こちらはドットウェル BMS のブースになります。今回展示させていただいているのは、空調に特化した、次世代の省エネシステムになります。空調に特化したっていうのは、パッケージエアコンだったり、ビルマルチエアコンの制御になります。で、今までのデマンドコントロールシステムと大きく違う点はピークカットを従来のものはメインにしていたんですけれども、ピークカットと言いますと、どうしても夏だったり冬の、ある一定の時期しか、制御しないという商品になりまして、春だったり秋の季節はほとんど使用しないシステムがほとんどでした。で、今回私どものご提案するシステムは、春や秋の中間期に、より節電を行うシステムになっております。節電を行うことによって、電力の使用量を減らすことができますので、脱炭素に直結した商品になっております。で、私どもの商品の特徴としましては、従来の、デマンドコントロールシステムというのは、導入すると費用対効果というのは導入すると削減効果は出ていたんですけれども、なかなかイニシャルコストが工事費だったり製品にかかってしまい、投資回収するのが非常に、長い期間かかってしまったんですけれども、今回私どもの商品は、こちらの制御する呼気が、まずソーラーで、発電してさらに蓄電する。で、商品自体もすべて無線で、行うことができますので、配線コストを非常に抑えた商品になっております。そのことによって従来の大規模なシステムだけではなく、中小規模の、建物施設においても、十分費用対効果が見込める商品になっておりますので、ぜひ一度お話をお聞きいただけたらと思います。